ソワクマです。よろしくお願いします。今回はカットの動画を上げていきたいなと思うんですけども、結構こうボブスタイルに飽きた方が次にやってほしいヘアスタイルを紹介したいと思いますので、じゃあ最後まで見てください。では早速いってきます。切っていきたいなと思います。結構どうしてもボブだとここのボリュームがすぐ出ちゃうんで、ここをなるべくなくしてってできる限り縦長な感じになるような感じのスタイルを作っていきたいなと思います。でまず襟足から切っていきたいなと思います。襟足は別に後でも切れるので、長さは全然今決めなくてもいいかなと思うんですけども、ここをできる限りこう菱形っぽく持っていきたいんで、上の毛がだいたい唇ぐらいで落ちて、ちょっとここがこうキュッと引き締まるような感じで切っていくと、ちょっと縦長な感じになって、ここがなくなる分スリムな感じに見えるので、首も長く見えますし、結構こうスリムな感じで見えるので、そんな感じでやっていきます。こんな感じで下がこう前下がりでこう入っていくっていう感じが非常にいいかなと思うので、そうするとちょっとこんな感じで菱形っぽくなってくるので、この辺の前髪も後で切っていきたいなと思うので、そうするとちょっと横も短くなるので十分かなと思います。さっきのカットで切ってあげるとちょっとここがこうへこむんですよ。でここがへこむことによって前から見た時にここのたまりがなくなるんで、そうするとちょっとスリムな感じで見えて、ちょっと首もこう長く見えるんですよね。こんな感じで首も長く見えるんで、その方がちょっとシャープ感が出て体のラインが細く見えるので、でこんな感じでやってあげるといいかなと思います。それをちょっと仕上げていきたいなと思います。で顔周りはちょっと前上がりにしていきます。ち
っと前上がりにして切って、顔周りだけ前上がりにすると、ちょっとこう丸さがこう出るんで、ちょっとこう丸さが出るっていうよりかは、ちょっとこう内に巻きっぽく入りやすくなるんで、ちょっとここがクッと締まるんですよね。そうするとこうメイクの、なんかメイクでいうこうシェーディングみたいな効果があって、ちょっとこうより結構こう締まりが、髪型に結構締まりが出るんで、よりコンパクトな感じになると思います。髪の毛の表面だけ一旦入れていきます。そしてここに溜まってた角の部分をちょっと削ることによって、ちょっとこうナチュラルな感じになるので、ちょっとより縦長感が、ここに溜まってた角があると結構横に広がりすぎちゃうんで、角を落とすことによってちょっと滑らかな感じになるっていう感じで切っていきたいと思います。切ってあります。さあ、毛量の方調節していきたいと思います。軽く削いであげるとこんな感じで、ちょっとここのポイントがあって、ここからこう前下がりにこうグラデーションがこう入っていくみたいな感じで、そうするとちょっと前下がりにこうレイヤーとかグラデーションが入ると、ちょっとこう縦長感が出るんですよね。縦長感がこう出るんで、ちょっとここのたまりがなくなるんで、ちょっとこうすっきりとした感じに見えますので。でそんなに長さも変わってないんですけども、ここの厚みが取れることによってだいぶスッキリとした印象になるので、ぜひやってみてください。じゃあ乾かしていきます。感じのシルエットになるみたいな感じになるんで、ちょっとここがこうなくなるんで、首がこうさっきも言ったんですけど長く見える分、結構こう横に広がった感じに見えないんで、すごいシャープな感じに見えるんで、すごいおすすめです。これをもうちょっと軽くしていくとどんな感じになるか見せていきたいと思います。そうするとこんな感じですかね、仕上げると。スタイリング剤とかつけてないですし、巻いたりとかいうわけじゃないんですけども、やってあげるとここがちょっとこういい感じにこう前下がりっぽく入ってって、こういう感じのひし形っぽいシルエットになるんで、ボブだとここにすごいこう溜まっちゃってるやつが一気になくなるみたいな感じになるので、まあ、こんな感じでやってってあげても、ボブに飽きてる人とかはいいかなと思います。この動画楽しかったなと思ったりとか、参考になったなと思う方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございます。